バんんイオリン初心者が1ヶ月間毎日4時間練習するチャレンジの31日目最終日です本日は2021年1月31日日曜日ただいまの時刻は21時48分ですはい本日の練習時間はこちらです4時間1分はい最終日は無事クリアして の日と言えるんじゃないでしょうか今日が最終日なので、えー、この1か月間軽くまとめの話をしたいと思います、えー、1か月前2021年1月1日から1か月間毎日4時間練習することを目標にやってきました、えー、結果として4時間練習できなかった日は4日ありましたで、えー、他の日は 全部やったので27日間は毎日4時間練習して4日4時間練習できない日がありましたとできなかった日は多分2時間15分の日とあと3時間の日が2回ぐらいあったのかそんなあと忘れちゃったなそんぐらいです今月トータルの練習時間は116時間15分です計算合ってるかな多分そう 116時間15分になったと思われます。あ、ちょっと確認したいな。ちょっと待ってくださいね。ツイッター見れば書いてあるんで確認します。この数字は正確にしときたいな。多分合ってます。116時間15分合ってるよな。なんかこういう時に書いてツイッターが重いな。何してんだ。あれ とあ、間違えてないか合ってますね。はい、合ってました。116時間15分練習しました。うん、ですね。なので、まあ、事実としての結果だけ言うと、えー、大人からバイオリンを始めて5ヶ月目の会社員が毎日4時間練習しようとすると、27日間成功できて、 4日失敗し、トータル116時間15分練習できましたっていう結果になりました。そうですね。あのー、少し考察というか、感じたことを話しておきたいと思うんですが、まずね、やってよかったですね。まあ、やって後悔することは多分ないと思うんですけど、やってよかったと思いました。あのー、私がバイオリンを始めてから、 この1ヶ月間が最もたくさん練習した月になりました。で、どのぐらいかと言いますと、始めた当初、大体始めた当初は、月、だいたい60時間とか、そんなもんだったと思うんですよ。ちょっとこれに関しては正確な数字なんですけど、まあ、そんなもん、もっと少ない可能性もあるな。下手す、下手すると、今の、今月の半分とかなんですよ。で、あの、状況は基本的に変わってないですよ。 仕事もまあ同じで、同じような状況で、練習時間は増やせたんで、このチャレンジ自体をやったことが良かったと思ってます。っていうのは、一日何時間練習するっていうふうに決めて、それを毎日記録して、振り返るっていう、この一の流れをやって良かったと思います。あのー、人によっては、こういう一日何時間とかってそういうのって、 それはねそういう考え方の方も,方もそういう考え方の方もいらっしゃってその人なりの考えだと思うんですけど私としてはこういうふうに決めてやるのはかなり有効な手段だと思いましたあの私がこう考える結構こう理想的なんだろうな成長の形というかあこの例はいいなっていう例が一個ありましてそれがね あのちょっと細かいところへはちょっと潤覚えなんですけどなんかねこうある田舎に高校生がいてで学校がすごい遠くにあったとただ交通手段もないので自転車で行くしかないってなったそうなんですねで片道何時間って言ったっけ1時間以上2時間とかかかるらしいんですよそれを、まあ、しょうがないんで自転車で行くしかないってなったんで高校生なんでね 毎日自転車で、ったらしいんでで、ね、ですすよ片道時時間間ととかかねね往復確か半年だか1年後かに、あの、ロードバイクの大会、あの自転車の大会に出て、なんか優勝したっていうのがあるんですよ。だからその子もともと別にロードバイクやったことなかった,そのなかったらしいんですよ。ただ、あの、通学のために、毎日しょうがねえから、自転車めっちゃ乗ってたら、気づいたら日本一になってたみたいな、そういう話。なんかね、リアル 弱虫ペダルって言われてるらしいです。まあ、弱虫ペダルっていう漫画があって、そこの主人公の子がちょうどそういう感じらしいんですよね。で、なんか、リアル弱虫ペダルって言われてるエピソードがあって、私はこれが結構理想的な姿だなと思ったりしてまして、どうがいいかっていうと、なんていうの、ほぼ自動的に、この技術というか、能力が向上する。 形になっってているっていうところがすごく理想的だと思ってたりしますこの自動的っていう部分が結構テーマで、なんだろうなあの、私はですよ、私はなんですけど、人間の意思の力、全く信用してないですよ、特に私なんですけど、例えば、1日4時間練習するっていうのは決めてなかったとして、朝起きたときによし、今日は何時間やろうってやってると、 まずその今日何時間やろうううが結構適当になっちゃうと思うんですよね。朝起きた時の気分とかで決まっちゃうんでしかも医師の力で頑張ろうとするとその日に何か嫌なことがあったりとか天気が悪いとか体調が悪いとかでぶれてきちゃうと思うんですよ結果4時間できないとか、まあ、たまにはあのめちゃくちゃ調子がよくてめっちゃやれる日があるかもしれないんですけど平均するとま医師が弱いんで まあ、あまり練習できないと。少なくとも今日4時間やるって決め、毎日4時間やるって決めた時よりは少なくなってしまう結果になると思っています。あと、なんだろうな、それ思考停止じゃなくて、考えて決めればいいっていう、ね、意見とか考え方もあると思うんですよ。例えば、今日は仕事がこのぐらいあるから、練習はこのぐらいできる。とか、今日は休みだから、このぐらいできるとかっていうのを、ちくち頭で考えてやると。 っていうのも一つの案ではあると思うんですけどこれもんだろうな毎日4時間やるって決めちゃうよりは劣ると思ってるんですね私はというのは考えてやるっていうこと自体はの失敗する可能性があることを毎回毎回やってることだって私は思ってるんですよんだろうな例えばなんですけど掛け算とかって掛け算区区区の範囲内にある掛け算って まあ、大体の人間違いないななじゃないですか。うんなんだろうな763ってまあどう転んでも間違えないですねまあ一回覚えちゃった人はだけど、えー、7を9回暗算で頭の中で足し算してって答え出す時ってもしかしたら間違う可能性ある100回やったら1回ぐらい間違えるかもしれないじゃないですか頭で考えてやるっていうのはその間違える可能性があることをやってることだと思うんですよ で思考回数が増えてけば増えていくほど、まあ、その間違いが発生する率ってのは上がっていっちゃうと思うんで、なんだろうな。朝起きた時に、今日何時間できそうだ。目んを立ててやっても、まあ、当たる時もあると思うんですけど、まあ、頭で考えてやることなんで間違えちゃうことが結構出てくると思うんですよね。今日はこのぐらいできるはずだろうって言ってできないとか、もしくはもっとできたはずなのに、低く見積もっちゃって、あ今日はここまでで終了っていうね。まあ、そういうことがあるので、 これはね、ある種ねこう思考停止してできちゃった方がいいって思ってるんですよさっきのあの自転車の例の自動的に彼の場合も,うもう家と学校の距離が決まっちゃってて移動手段が自転車しかないんで学校行くのって全車乗るしかないじゃないですか,かそれがこう自然にトレーニングになってると自動的にトレーニングができて気づいたら何だろうないいレベルまで自分が上がってきていたとそれに近いものがこの 毎日の練習時間を決めちゃうっていうことにはあると思ったので、やってよかったなという印象です。ちょっと長くなってきましたね。そろそろ終わりましょうか。そうですね。で、今後なんですけど、えー、これはね、1ヶ月でっていう話だったんで、一旦おしまいです。が、そうですね、1日4時間練習するっていうのは続けたいと思っています。でね、この、 この毎日の動画を撮るのは一旦ストップにするんですけどもしそれによって練習時間が減ってきてしまったら減ってくる可能性があるんですよ減ってきてしまったらまた再開しようと思ったりしてますあの毎日ねこうカメラに向かって喋ってるんですけどスカがには何て言うんだろうできない日、まあ、4回あったんであったんですけどできない日って私なんか言い訳するじゃないですか 今日は仕事が忙しくてとか、まあ,あれ基本言い訳じゃないですかで。今言い訳して、今日はできませんでした。明日頑張りますって言って、次の日は何を思うかというと、昨日仕事が忙しいって言っちゃったから、今日同じ言い訳はちょっと苦しいなと思って、別の言い訳を考えるか、もしくは今日頑張るかっていう二択になるんですよ。っていうのがあるので、この動画撮ってたのは結構ね、良かったと思ってますあの。自分の逃げ道が減るんでね。 ていう意味でこの動画撮った方がもしかしたら練習時間も多くなるのではないかと4時間達成できる日が多くなるのではないかという予想もありますこれはね試してみないとわかんないんで一回試しますあの動画なし1日4時間頑張りますっていうのでやってみるダメだったら他の手段を考えるというふうにしますでね練習時間ね4時間にしたんですけど この辺がね、私の今の生活だと限界に近いかなっていう感じがしてます。うん。多分ね、もうちょっとやってる人もいると思うんですけどもちろん。あの、私と似たような状況でね。あの、学生さんとかそういうのではなくて、社会人の方で。でもね、どう,どうやればこれ以上できるのかなっていう気もするんですよね。うん。なんだろうな、フリーランスの方とかで、 仕事をする時間を少なくできてとかなの,のかもしれないですね。私の場合はね、もうやっぱ会社員なんで、やっぱ時間で決められちゃうんですよね。この時間は勤務しなさいっていうのがあるんで、どうしてもね、やっぱその固定の時間がある以上ね、これ以上増やすのはね、そんなに現実的じゃないかなっていう感じでした。うん、もしかしたらね、もうちょいなんかあんのかもしれないですけど、本当にね、他のなんかとかやってないですかね、なんか。 なんだろうなゲームにすごい時間使っちゃうとかなんだろうな今あんまりあれ飲み会とかはできないんでみんなやってないかもしれないですけどあんまりね無駄にしたって感じではなくても4時間やるともう結構きつい睡眠時間削ればできるかもしれないですけど睡眠時間は削らない前提なんでって考えるとこの辺が結構ギリギリなのかなっていう気がしますなので来月以降も一日の目標は 4ヶ月、4ヶ月、4時間、もうダメだ。終わりにしよう。4時間練習することで、やってみたいと思います。ですね。あ、そう。あとは最後に、動画にコメントとか、あと、高評価とか押してくれた方、ありがとうございました。すごく励みになりました。うん、です。<laughs> ちょっと照れて <laughs> 変な感じになりました。ごめんなさい。以上です。ご視聴ありがとうございました。またいつかお会いしましょう。バイバイ。